はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドをまたやっていきます。装備をね、一新しました。したんだけど、頭かぶってないから全然変わったように見えないな、これ。どんぐらい変わったのかというと、まず前回買ったガロン？最後に買ったモンスターのシリーズを集めきれはしなかったんだけど、まあ、ほぼ全身集めて、で、あと、武器も強化して、あと、体力の装備ってのが手に入ったから、これも装備して、あとは、お供の装備が結構豪華になってて、いつの間にか持ってたレウスのヘルムと、メイルと、ガロン猫のカマ。で、このガロンの防具でどうしても手に入んなかったのがこの激鱗。激鱗ってほんとドロップしにくいんだよな。これがどうしてもドロップしなくて、あの腰の部分のコイル作れなかったからインゴットで代用。うん、だいぶこれで硬くはなったでしょう。久々の古代獣。最近この正気の、いや、まあこっちは陸サンゴはまだ、あ、陸じゃない、丘サンゴはまだ景色が良かったけど、こっちはもう死の谷って感じだったからね。久々の古代獣。到着。ここはいつも通り痕跡を探すところから。手分けして探しましょう。大丈夫、今度は無茶しません。いつも無茶してるけど、痕跡も探さないといけない。これドスジャグラス。これはこれか。ちょっとその前にお肉でも買ってんか。あー、強くなった。はい、オッケー。お、あった。じゃあこれで正しいな、シルベムシは。お、リオレウスの痕跡もあった。上か。これ今どの辺にいるんだ。古代樹の上にどんどん登っていくのか。はい、これリオレウス出てくんじゃないかな。相棒もここに着いたんですね。私もです。あなたは一人で行動しない方がいいと思うけどな。あれ、そうだよな。痕跡はここで途切れていますね。Thank you.
そこ。古代竜人。なんで髪型変えればいい？ほう。生態系の頂点？火の竜と角の竜。その二頭を狩猟しろということでしょうか。おそらくディオレウスとディアブロスですね。一度準備をしに拠点に帰りますか。そうしましょう。借りに行きましょう。相棒、火の竜と角の竜のクエストを用意しましたよ。一回戻ってきて、オッケー、いけるね。まあ火の竜から行こうか。よし。上の方のキャンプ、古代樹に近いキャンプからリスポーンしていい飯を食べる。おすすめ定食。発信と。古代樹ってさ、マップ結構複雑だけど、上の方もさらに複雑なんだよな。飛びかがち。どっから上行けるんだ。キャンプのとこから上登れたかな。ああ、迷ってた。そうだ、この辺にリオレウス出るはず。あ、いるじゃん。よし、手元にはこれがある。よし、ごめんなさい。さあ、一応仲間も要請はしてるけど、来るかは分かんない。時間が経過してるとまず来ない。リオレウスは確か吠えた後に火吹くもんな。すぐ、そしてなかなか地上に降り立たない。おっと、崩壊薬飲んどこう。今のこの装備よりも多分レウスの方が強力ってことかな。よし、頭、あ、尻尾先に切るか。お、もう切れた、ラッキー。やっぱこれ装備強くなった効果出てるな。素晴らしい。痛い。あー、毒あるよな。どこやったっけ。あった。
危ない。そうだ、装衣を使おう。これまだ使ってない、体力装衣。で、これも使おう。よし。おお、切れてない音がする。研ぐ。あかん。おお。ほっ、あら。あっと、違うモンスターもいた。で、リオレスどこに行くんだ。向こう。おーっと、おーっと、とっとっと。待ってよ、これは弾けくるみがあるじゃん。リオレス一回降りてこないかな。おっしゃおっしゃ、いいセンス。 でも落ちないのか。飛んでるやつには乗っかれねえ。もうちょっと高さあれば乗っかれるかもしんないな。で、仲間が来た。あ、リオレウスとかの戦闘、こういう竜系とかのモンスターと戦うとき、片手剣とかだったらまず届かないんだよな、飛んでると。片手剣ってまず使わないけど。痛い。おお、ナイス。弾狙い。まだ疲れてない。痛い。どっか乗っかりたいな。あ、逃げるか。遠いとこ。OK。さっきみたいにあのスリンガーを使って岩を砕いて当ててみるみたいな感じのフィールド他にあるかな。確かリオレウス巣があって、その巣のすぐ横確か滝があるから、それを壊して自分もろとも水流で下に流すみたいなことはベータでできたけど。まだ元気がいいな。ここなら、ここなら乗っかれる。もうちょいこっち来い。届かないなこれじゃ。おお、乗っかれんのかな。もう上ないしな。
火は危ない、火は危ない、熱い熱い。おわ、応急薬、応急薬、応急薬使っちゃったか。チャンス、よし、さあ耐えて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 、よし、このまま最後の攻撃までやりたい。悪いタイミングでダウンしてしまうとね、振り下ろされちゃうから、こう、よいしょ、よし効いてる、よしよしよし、痛い、移動したね。これおネームじゃないかな、起きてるかな、まだ。起きてる。寝るかな。いや全然寝る気配ないわ。火の、おお当たるか。火の玉来てる。おお、ナイス。あー、火の玉やってくる、これ危ない。あ、間違った、おお、太郎いっちゃった、アホ。これ回収できないもんな。どうすんだよ、こんなところ置いて。よいしょ、だで、熱い、お、助かる。ヨレス普通に体力多いな。あー、なんでこんな時に。消して消して、あ、危ない、おお、ナイス、よいしょっと、オータルキリー、せっかくだし、ここで埋めちゃおっか。よーし。こんなところでこんなの使っちゃっていいんだろうか。よし、疲れてる。疲れてるけど、ここは一旦研ぐ。もうこれといって有効なアイテム持ってないしな。爆薬も何も。はい、寝てる。あー、しまった、ここで爆弾使うべきだった。やるか、同時にやりやがった。それともリオレウス自身に壊させるか。
よいしょ。リオレースもよくこんなところに巣作ろうと思ったな。危ない。おっと、やりやがった、やりやがった。やばいやばい、流れる流れる。セーフ。何、誰も流れないだと。せめてリオレウスだけでも流されるわ。あ、でもこっち、こっち何か落ちてんのかこれ。あ、鉱脈か。普通。もうほとんど手ぶら状態だから自力で倒すしかない。フィールドギミックもないし。いや強いな、リオレウス。危ない。あー飛んだ。スラークで吹っ飛ばされた。よし、やっと倒した。強いよこいつ。次は角の竜ですね。はい、ディアブロスね。これ、よし、それじゃあ今回ここまでにしよう。ディアブロス強かったわ。まあ、装備はまだこのままで大丈夫だと思うから、このままの状態で次回ディアブロス挑もう。はい、ご視聴ありがとうございました。